トラベラーチャンネル。こんにちは、JST のトピタです。今回は滞在していた国地域の区分の色分けについて説明していきたいと思います。こちらの動画で日本の入国する際の条件の検索の仕方についてお話ししたんですけれども、その時にですね、滞在していた国地域の区分で色分けがされているということでご紹介をいたしました。色分けされてるっていうことを知ってる方は多いんですけれども、その色がどういったものを示すのかっていうのがわからないっていう声をたくさんいただきましたので、今回はこの色分けによる違いっていうのを詳しく説明していきたいと思います。まあ、また同じようにこのスマホの画面を使ってですね、画面見ながらいろいろと解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでまたこの厚生労働省のページを見ながら説明していきます。この水際対策というところで、日本入国時の検疫措置っていうところですね。で、この青いボタン、日本へ入国帰国する皆様へということで、ここをタップしていただくとこのページに飛ぶんですが、これは、この動画の中で、説明をしている通り、日本に入国するときに滞在していた国によって条件が変わるので、それを簡単に、検索できるサイトになってますので、使い方説明してますので、この動画ご覧いただければと思います。今回はこれは関係なくて、その下ですね、この滞在していた国地域の区分について、この青、黄色、赤に3色に分かれてるんですね。これを今回どういった条件の違いがあるかっていうのを説明していきたいと思います。で、この3色の色分けされてる国はどういうふうに見るかというと、ここをタップしていただくとですね、この青区分98カ国地域、黄色区分99カ国地域で、赤区分4カ国地域というふうに分かれております。この青に区分されているのはどの国なのかとか、黄色に区分されているのはどの国なのかっていうのは、これで一目瞭然という感じですね。もう本当に青か黄色にほとんど振り分けられていて、赤はもう4カ国しかないような状態なんですけれども、お察しの通り青が一番緩いで、黄色がその次で、赤が一番厳しいよっていうような感じですね。で、この、まず青から説明していくんですけれども、この有効なワクチン接種証明書というところで、ここが問わないっていうふうになってるんですが、これですね、有効なワクチン接種証明書がある、なしは問いませんよと。なんで、なくても別に大丈夫ですよっていうようなことですね。なので、ワクチン打っていない方とか、ワクチンが、有効な回数まだ打ててないという方に関しては、この青の国であれば、もう特に問題なく旅行ができるという感じですね。出国前検査っていうのは全員必須でして、日本入国のために必要な現地、滞在していた国、地域の PCR 検査の陰性証明書ですね。これはもう、どの区分になっても必要になってくるので、これはいるんですが、到着時の検査とか、待機に関しても別に全く必要がありませんよと。なんで、一番そのコロナ前の旅行と変わらずできるところですね。この国は。この青の区分に入っている国に関しては。なんで、最も旅行に行きやすい国というような感じです。で、この黄色の区分されているのは、今回この有効なワクチン接種証明書のありなしによって条件が分かれてきます。有効なワクチン接種証明書を持っている方は、もう青と一緒ですね。出国前の検査は、必要ですけど、到着時の、また PCR 検査は不要ですし、自宅待機とか隔離施設での待機っていうのも不要になっております。ちなみにこの有効なワクチン接種証明書ってどれが有効なのかっていうのは、ここをポチッと押してもらうとですね、日本政府が定めたワクチンということで、いろいろと説明が載っております。
で、まあ、各国地域の政府など、公的な機関で発行された接種証明書であることと、まあ、氏名、生年月日、ワクチン名、またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が、記載されていることっていうのと、まあ、ここが多分一番ポイントじゃないかなと。1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名またはメーカーが以下のいずれかであることっていうことで、まあ、ほとんどの方はファイザーとかモデルナで、まあ、アストラゼネカの方が、と、ちょっといるかなぐらいな感じだと思うんですけれども、まあ、あの、海外とかで打たれた方は、ちょっとこれにはまらない場合もあるので、それが有効であるかっていうのは、ここを見ていただくといいと思います。このヤンセンとか、バーラト、バイオテックとか、ノババックスっていうのがそうですね。で、その次に、3回目に接種したワクチン名またはメーカーが、以下のいずれかであることっていうことで、まあ、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカが、その他ですね、ノババックスとヤンセンっていうことで、1回目、2回目のバーラトバイオテックっていうのは有効じゃないんですね、これを見ると。まあ、一応この、有効なワクチンっていうのはここに載ってますので、まあ、これを参考にしていただくといいんじゃないかなと思います。で、まあ、そのワクチン接種証明書があれば、まあ、黄色でも青と変わらず旅行ができますよと。で、ない方、まあ、ワクチン打ってないよとか、ワクチンがその、有効なワクチンじゃないとか、その、有効になる接種回数を打ててない方っていうのは、まあ、出国前検査は必要なんですけど、到着時の検査も、この場合は必要になってきます。なので、まあ、ワクチン打ってる方に、ワクチン打ってる方よりも、入国にかかる時間が多少必要かなっていうところですね。で、さらにですね、自宅で3日間の待機が必要になります。まあ、3日間っていうのは、最短の話で、まあ、本来は7日間なんですけれども、待機3日目に検査を受検して、陰性確認したら、まあ、7日間待たずに、隔離が緩和されますよっていうようなものですね。なんで一応、まあ、この隔離はない場合は、黄色の国に行く場合は必要になってくるというような感じです。まあ、ここで注意しないといけないのが、まあ、黄色の国の中でもですね、ワクチン打たなくてもいけますよっていう国はあるんですよ。例えば、ベトナムとか。ベトナムは今、ワクチン接種してなくても、現地で隔離が不要で、行くことができるんですけれども、逆にこの日本で黄色に区分されているので、ワクチン打ってない方はですね、帰ってきてから隔離が必要になってしまうというような、逆パターンと言ったらいいんでしょうかね。そういったケースもあるので、まあ行く前には、こっちのチェックも必要という感じですね。で、まあ、最後赤。まあ4カ国しかないので、あんまりこれに当てはまるケースは、ないと思うんですけれども、まあ、この赤の国に行く場合は、まあワクチンを打っていたとしても、まあ到着時の検査と、自宅の待機が最短3日間必要という感じですね。まあ、なんで、黄色のワクチンなしと条件は一緒ですね。で、ワクチンを、有効なワクチン接種証明書がない状態でのこの赤の国に行った場合は、まあ、到着時検査はもちろんのこと、待機がですね、隔離施設での3日間という形になります。なんで、もう今ほとんどこの隔離施設で待機するケースっていうのは少ないんですけれども、この赤の国でワクチン接種が済んでいない方は、この自宅隔離でもなく、施設ですね、政府が用意した施設で待機しないといけないというところですね。まあ、これが色による違いになりますね。なので、まあ、青の国はですね、もうほとんどというか、もう何も気にする必要はないかなと。いう感じですね。で、黄色の場合は、まあ、ワクチンがあるかないかっていうところが、大きく分かれ目になってきますので、まあ、黄色の時はちょっと、ワクチンありなしっていうのをしっかりとチェックして、で、先ほども言った通り、まあ、黄色の国に区分されているところで、まあ、日本で検査が不要だよとか、ワクチン打ってなくても隔離なしで渡航できるよっていう国はあるんですが、まあ、日本が、隔離を求めるケースもありますので、まあ、その点がちょっと注意したいところですね。で、まあ、赤は、まあ、ワクチン打ってても打ってなくても、日本に帰ってきたら隔離は絶対に必要になるというような感じです。
まあ、色分けとしてはこのような感じになってますし、まあ、これはコロコロまた変わっていく形ですね。日本がまあ定めているものなんですけれども、まあ、現地の状況によっては日本がもうちょっと厳しくしたり緩和したりっていうのはあるので、まあ、この辺は、まあ、この、滞在していた国地域の区分のところで、チェックして、まあ、行こうとしている国が今どの色なのかっていうのを事前に見ておくといいと思います。で、まあ、最終的にはですね、この日本へ入国、帰国する皆様へというところで、自分でチェックをして、確認をするといいかなというふうに思います。ということで、いかがでしたでしょうか？色分けの違いについて説明したんですけれども、まあ、なんとなくでも分かっていただければ、今後の旅行の計画が立てやすくなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今後ですね、まあ、緩和されていく傾向にあるとは思うんですけれども、まあ現地の状況によってはこの青だった国が黄色になったりとか黄色だった国が赤になったりとかっていう場合もありますので、まあここをですね出発前にしっかりとチェックをしてどの状況にあるのかっていうのを再確認しておくのが重要だと思います。ということで、この動画が役に立ったよという方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画をご視聴いただいた方はこちらの動画もおすすめですので、ぜひご覧ください。まだチャンネル登録されてない方はこちらからチャンネル登録ができますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。